鎌倉街道側の入り口広明寺商店街は、神奈川県横浜市南区宮寺町にある商店街である。広明寺駅に近い広明寺観音と、鎌倉街道の地下を通る広明寺駅の間を東西に結び、そのうち312メートルはアーケードがかかっている。組合加盟店舗数は119店で、飲食店や食料品店、医療品店などが並び、 産経土産の菓子やチビールも売られている。午後1時から6時までは歩行者天国となっている。中間の観音橋で大岡川を渡るが、この川沿いは桜の名所であり、桜祭りの時期には年間で最も多い人出がある。毎年5月から9月初旬にかけては、3と8のつく日に、三八縁日が開かれ、屋台が並ぶ。組合側で協力体制が敷かれ、 天候に左右されずに収録できることから、テレビ CM などのロケにもしばしば使われる。広明寺の町は、広明寺観音として親しまれている高野山、新言宗の広明寺の門前町として発展した。大正初期には、茶屋三十数軒を有する花町であったが、1921年に井戸家国などに分散された。1935年頃は、広明寺の参道に、 タバコや乾物など日常の品を扱う店と民家が混在する小規模な商店街であった。第二次世界大戦では戦火を免れ闇市の露店が立つようになった。1945年に任意団体の銀政会が組織され、1950年には横浜銀政会共同組合に改祖した。この頃までは広脇寺が横浜の市街地の端にあたり、 横浜市電も広明寺が終点であった。1956年4月には総工費3500万円を投じて全長270メートルのアーケードが設けられた。1959年からは歩行者天国が実施されている。昭和30年代には有楽座、東亜劇場、スバル座の3館の映画館が軒を並べた。1968年9月に 横浜市電が廃止となり、広明寺電定と同じ位置に1972年12月に開通した横浜市営地下鉄の広明寺駅が開業した。これにより、伊勢崎町や横浜駅西口などの商業地域への利便性が向上し、ターミナル駅となった上大岡にも大運型店が進出して、広明寺商店街は影響を受けることにもなったが、 南長田や六川での宅地開発は、来会社の増加要因にもなった。1982年、横浜銀星会共同組合は、横浜組合事商店街共同組合と解消。1991年からは、スタンプカード、プラスワンカードを導入している。2001年には、老朽化したアーケードが、全長312メートルの新たなものに建て替えられた。ありがとうございます。